ハロー YouTube。 はい、皆さんこんにちは、アルムオンジです。ハイジー、ハイジー、おじいさんはね、昔ね、東名高速をね、100キロで走っててね、タイヤがバーストしてしまったんだよー。わわ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 わ。はい、ということでやっていきましょう。今日はちょっとアルプスの少女ハイジに出てくるおじいさんをやってみました。いかがだったでしょうか。で、冒頭にもありましたように、まあ、コメント欄でいただいたんですが、おっさんは、おっさんです。おっさんは、タイヤがバーストしたことがありますかと、興味がありますと、その話を聞きたいですというので、ちょっとね、決してね、ネタがないわけではありません。ネタがないわけではありませんが、ネタは無限にあります。なのでね、まあ、ついでに、すいませんね、ついでにって言って、話そうかなと思います。ただしね、バーストした経験は、ただの一回しかありません。まあそう、人生でね、何回もね、バーストの経験なんてしたくないですよ。はい。で、まあ死んでいないから今喋ってるというところなんですが、もうね、ほんと30年ぐらい前ですよ。30年ぐらいかな。まだね、東名高速は、まあね、まあ言わずと知れた、新東名だとか、第二東名、正式な読み名があるんでしょうかね、あそこ。ちょっとわかんないんですが、まだ、ね、そんな、全くできてないと。着工もしていないと。計画はあったようですが、着工もしていない、いない時代でした。で、日本坂トンネルも、今に右ルート、左ルートあったでしょ？あるでしょ？それがね、もしかしたら、なかったかもしんない。はい。もしかしたらなかったかもしれない。そんな時代ですよ。そんな昔のことはよく覚えていませんが、でもね、当時の状況はすごくよく覚えてるんですね。で、今スーパーグレートじゃないですか、富装は。スーパーグレートですよね。で、そのスーパーグレートの前の方ですよ。グレート、ザ・グレートってやつですね。多分ね、310馬力だったと思います。で、そうですね、スーパーグレート310馬力だったと思います。で、まだね、その当時、今はチューブレスがね、主流じゃないですか。今、チューブレスが主流ですよね、ほとんど。私の、それに乗ってたやつはね、チューブ入りです。チューブタイプです。で、今ね、ほんとね、もう40代はね、ほとんどチューブレス。そんなね、チューブ入りのタイヤなんてね、トラックなんて、タイヤないと履いたことがないよという、人がほとんどだと思います。で、私が乗ってた車はね、チューブが入ってました。で、まあ、構造はいいとしましょうかね。チューブレスだったらホイールにはめるだけじゃないですか、カポッと。でもね、トラックってね、チューブ入りのやつはね、ホイールとホイールリングというのがあるんですよね。ちょうどね、C の型になってるんですけれども。それで、タイヤを最終的にカチッと止める、ですね。その、ホイールリングというやつがないと、タイヤがきちっとはまらないと。いう、ほんと昔のタイプですよ。はい。で、まあ、それは、よしとして、まあ、高速をね、東名高速、
どのあたりだったかね、ちょっとよく覚えてないんですわ。多分ね、ほんとね、場所はね、ちょっとよく覚えないんですが、おそらくね、静岡インターから清水インターかなのような気がするんですけれども、でもね、そこすごく直線道路だったんですよね。ほんとね、ほんと直線道路。なのでね、あそこはどこのパーキングだ？もうね、ほんと忘れかけてるんですよね。日本坂トンネルの手前のインターがありますよね。それよりも名古屋入りだったような気もするんですけれどもね、ちょっとねそのあたりがねよく覚えなんですが、まあとにかく夜中というかね、多分ね午前0時ではないな、そこ午後まあ22時ぐらいなのかな、だったような気もします。で、結構その時間ってね、交通量多いです。で、そんな中をね、東名高速2車線をですね、バーンと、約100キロぐらいで走ってたわけなんですよ。おそらくね、右車線にいたんですわ。右車線にいたというのはね、はっきり覚えてます。なのでね、何台かね、車を抜いたんだと思います。はい。で、ぼちぼち左に入ろうかのーと言ったぐらいだったのかな。で、まあ直線ですよ。ぐーって走るわけですよ。あーって警戒ですね。あーっと、で、会社の後輩とですね、無線をやりながら、多分同じ場所に行ってたのかどうかわかんないんですが、まあいいか、それはね。で、無線で喋りながら、わー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 言ってね、会社の悪口だとかね、くだらん話をね、していくわけですわ。で、ぐーっと100キロぐらいで走ってて、で、急にですね、急にゴーっという音がしたんですわ。パーンという音はしません。そんな音はね、あ、すいません。そんな音はね、しなかったと思います。とにかくね、100キロぐらいでずーっと走ってて、で、急にですね、ゴーという音がしたんですわ。で、まあ、ハンドルをちょっと取られたかな。で、一瞬ね、何が起こったかわからないんですよ。一瞬何が起こったか。で、ゴーってなるわけですわ。で、ゴーって言うし、何なのかなと思って。で、まあ、ほんと緊急事態ですからね。で、まあ、左に寄せて安全なところに止めなあかんでしょ。で、まあ、左のウィンカー出して。で、まあ、気づくのにちょっとかかりましたね。なんでこうなるんだろうか。何が起こったんだろうかと。で、その時に、ああ、多分、どっちかのタイヤがバーストして、引っ込んだ状態なのかなと。引っ込んだ状態なのか、まあ、本当は、わからなかったです。とにかく、急ハンドル、急ブレーキは、本当、高速道路なので、停止することができないので、右車線上にですね。で、左のウィンカーを、つけながら、左に寄せるわけですけれども、で、ちょうどですね、前後に、まあ、うちの後輩が後ろにいたわけですが、まあ、我々の2台の前、まあ、前後ですね、まあ、前にいても関係ないんですけれども、後ろの方はね、何もいなかったんですよ。おそらくです。で、すぐに左に寄せることができたんですが、で、止まるわけですよ。ブレーキをかけて。そしたらですね、
ブレーキがね、効かないんですよ。ブレーキがね、効かないんです。なぜだと思います?ブレーキね、効きませんでした。まあ、まあ最終的には止まれたので、まあ、効かなかったわけではないんですが、効きが悪かったんですね。なぜだと思います?はい、シンギングタイム。5、4、3、2、1、終了。はい、答えを申し上げます。右のタイヤが吹っ飛んでタイヤが全くなかったです。で、ホイールリングもすっ飛んでってホイールだけになってました。右側がで、その時にブレーキをかけたもんだからタイヤがないわけだから、ホイールってねえ、アスファルトの上だとツルツルで多分ブレーキ効かんでしょう。そんなね、あのホイールで走ってブレーキ効かないと思いますよ。で、要するに左のタイヤと後ろの後輪の8本のタイヤしかないわけですよ。で、ブレーキってね、前側、前輪の方がよくぐーっと効くわけですよ。ねえ、わかりますかね。で、後ろってどういった説明を知ればいいんだろうか。ちょっと物理的なことはね、後回しというかね、まあ、おのおので調べてください。とにかくね、後輪のブレーキってね、効きが悪いです。まあ、バックでおそらく、バック状態で100キロぐらい出してブレーキかけるんだったら、後ろ側のブレーキは効くんでしょうけれども。まあ、前進ですよね。前進の方で行くと、後ろの方は、まあ、引っ張られる方は、まあ、おそらく、そんなに、効かないと思います。で、これはですね、二輪車で、試されるといいと思うんですが、前輪、後ろだけのブレーキを踏んだとするじゃないですか。まあ、自転車じゃ分かりにくいかな。オートバイの方がいいですね。自輪車。で、後ろだけのブレーキをね、かけたら、なかなかちょっと止まらないでしょ。で、前輪の方だったらぐーっと効くと思うんですよね。まあ、そんな現象です。簡単に言えばですよ。いや、お前の説明はわからんと言われるかもわかりませんが。まあ、実際、自転車とか、ね、スクーターみたいな感じで試して、されたらわかるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあそれは良しとして、とにかくですね、止まるまでにね、1キロぐらい走ったような気がします。それはブレーキ効かないので、本当でしたらね、まあ数百メートル、まあ100キロで走ればだいたい制動距離100メーターと言いますよね。まあそのぐらいでぐーっと止まるじゃないですか。でもですね、止まらないんですよ。ブレーキが効かないんですよ。で、その時に、なぜか私は非常に落ち着いておりました。まあ、とにかく左のウインカーを上げっぱなしで、で、ハザードを焚いて、チッカンチッカンやりながら、まあ、とにかく左の路肩の方に寄せて、チッカンチッカンやるわけですよ。で、おそらく1キロぐらい走ったと思います。で、じわーっと減速できて、非常、なんとか体重があるです、じゃないですか。私もしばらく高速走らないんでね、ほんと、忘れた名前とかね、多いんですけれども、非所体重かな、なんか退屈するところ
若干広くなっているようなところがありますよね。で、そういう箇所に電話があると思うんですね。高速道路の電話が。で、そこで電話をかけて、今、事故をやったんだとか、トラブったんだとか、なんか、そういう電話があるんですけれども、そこに、止めて、まあ、電話をして、バースとして今、高速道路上で、待機してるんだけど、と、どうしたらいいかと、ちょっと応援というかね、頼むと。まあ、とにかく、頼むと。で、右のタイヤですからね、右のタイヤですからね、恐ろしいんですよね。スペアタイヤと交換するのに、もうすごい恐ろしいわけですわ。で、何が突っ込んでくるかわからないじゃないですか。右のタイヤですよ。で、ね、そこで作業をしていると若干走行車線にもはみ出るじゃないですか。なのでね、自分、怖くてね、もう、まあ、その、電話をして、道路公団の方を呼んでもらって、まあ、交通整理。交通整理みたいなのをしてもらってですね、で、タイヤをね、交換してもらいました。はい、JAF だったかな、呼んで、やってもらいました。はい。で、その時ですね、大失敗というのが、非常、あれも名前忘れたな。なんか三角形のやつ出すじゃないですか。あれ高速道路を乗るときには、あと携帯してなければいけないんですよね。あれもね、ちょうど車に乗っとくのを忘れてたんですよね。というか、そんなものは乗せてなかったんですね。で、まあ道路公団の方からあれを後ろに置いてくれと言われたんですが、いやーすいません、自分あれ持ってません、積んでませんと。で、まあ道路公団の人が発煙筒とか抱いて後ろに止めて、なんですかね、くる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 パッドライトを回してやってくれましたけれども、はい、そんなとこです。で、まあ無事タイヤというかスペアタイヤを交換していくことができましたけれども、で、やった瞬間というのがですね、バーストした瞬間というのがですね、うちの後輩が言うには、なんか一瞬火花が散ったと。火花がね散って、なんか道路上をね、何かがさーっと走っていったと。多分ね、ホイールリングが外れて、それが高速道路上に滑っていって、どっかに行ったんだろうと思います。はい。あの後ね、後続車に当たらなくてよかったなと思いましたわ。本当に。で、まあ、道路公団の方にも言ったんですけどね、ホイールリングが外れて、どっかに行ったから。もしかしたら、どっか、あるかもしれないので、申し訳ないけど、自分らは探せんかったからと。多分1キロから2キロぐらいまだ名古屋寄りの方にあるはずだからと。まあその後どうなったかは分かんないですけどね。まあおそらく何事もなかったんじゃないのかなと思います。なのでね、そのホイールリングがどっかね、本線上にはなかったんじゃないのかなと思いますけど、結構ホイールリングって大きいですからね。おそらくね、どんぐらいだろう。まあ、大型ですから、タイヤはね、確か1100だったと思いますけどもね。1100というから、まあ1メーター10センチぐらいの直径なのかなと思うんですが。で、まあそのホイールリングですから、まあおそらく60センチかぐらいの径はあるんじゃないのかなと思うんですけどね。70センチぐらいの径はあるんじゃないのかなと思いますけど。そんなもんがね、後続車に当たったり、ね、それに当たった、
なんかね、そんなんでまた二重事故とかしたら大変だなと思いました。はい。で、原因はですね、原因はよくわからないんですよ。タイヤはね、山がバッチリあって、本当にまだね、八分山だとかね、いいタイヤだったんですよ。それなのになぜバーストしたかと。で、まあ、原因はよくわからないんですが、おそらくタイヤチューブが劣化して、タイヤチューブが、ね、中で破れたんじゃないのかなと。中で裂けるというんですかね。それもバーストというのかどうかわかりませんけれども。まあ、要するにタイヤ本体じゃなくて、タイヤの中のチューブが破裂して、一気に、エアがなくなったために、そう、ね、一瞬でペシャンってなるじゃないですか。中のチューブが、ね、裂けるわけですから。じゃないかということですけども。なのでね、まあ、その、うちの会社も悪いんですけれどもね、そんなチューブを使ってたと。なので、まあ、それからですよ。チューブもね、年数経つと劣化するじゃないですか。ゴムなので。なので、空気を入れたりとか、まあね、エアを入れたりだとか、抜いたりだとか、タイヤを交換するわけじゃないですか。タイヤを交換するときには、エアを抜きますからね。なので、まあ伸びたり、縮んだり、年数経つと劣化するので、タイヤも、タイヤチューブも定期的に変えた方がいいよというのを、タイヤ屋さんから聞きまして。で、まあ、それでは危ないので、定期的に変えようという話になりましたが。まあ、時期ですね。チューブレスになったのは。もう時期に全部チューブレスにしましたね。やっぱり危ないのでね。やっぱチューブは危ないなということで。確かね、それから前車というか、私の車古かったので、で、その時に、まあ、チューブレスに変えたと思うんですけどもね。ちょっと記憶、その辺の記憶は定かではないんですが、まあ、とにかく直線で良かったなと。第一にですね、直線で良かったなと。で、二次災害がなくて良かったなと。いうところです。で、その前で、じゃその、まあ、東名高速に入るまでに、まあ、中国自動車道とか走るんですが、中国自動車道って山の中通ってるので、すごい、カーブがね、連発してるんですね。連続して。なのでね、そういうね、カーブのきついところで、バーストしてたら、もしかしたら、横転などして、大怪我をしたりだとか、もしかしたら、種底へ、落ちてたのかなと。まあ、後々考えれば、怖いですよね。はい。そんなとこです。本当、まあ、それぐらいで済んで、本当に運が良かったのだなぁと思いました。はい。そういった、まあ、私の経験ですけれども、今ではね、ほとんどチューブが入ったタイヤはないと思います。まあ、おそらくというか、すごい古い昔ながらのトラックだったらわかりませんけれども、まあ今、そんな古いトラックで見たことないので、まあほとんどがチューブレスじゃないのかなと思ってますけど、はい。これでまあ、私のそのバーストした経験談を終わりたいと思います。あとそうですね。まあ、そんなところでしたね。はい。以上です。よろしいでしょうか。じゃあ、皆さん、未だかつてチューブが入ったタイヤを使っているところは要注意ですぜ。では、さらばだ。